爪川さとる、おはよう秩父、朝一番。おはようございます。1月20日月曜日、時刻は午前6時を回りました。おはよう秩父、朝一番、爪川さとるです。いや、本当に最近朝が寒いですよね。玄関の扉開けると風がビューッと吹き込んできて、体がブルブル震えます。最近は風邪、インフルエンザ、ノロウイルスが流行っておりますので、どうぞお気をつけください。では今朝のおはよう秩父、朝一番、6時台のゲストは料理研究家の白石真由美さんです。秩父の平野レミとも呼ばれる白石さん、どんなトークを今朝は聞かせてくれるのでしょうか。7時台は朝一番街角中継、今朝は秩父大滝元気プラザからの中継、吉川秀代アナウンサーの担当です。8時台のゲストは、お待たせをいたしました、歌って踊れる手品師、中村ブラザーズの登場です。ラジオでどんな手品を聞かせてくれるのでしょうか。おはよう秩父、朝一番、今朝も8時半まで明るく楽しく生放送です。梅川さとる、おはよう秩父、朝一番。ではここで一曲お聴きいただきましょう。懐かしいですね。学生時代によく聴いたな。シーナイーフトンで、モーニング秩父トレイン。秩父の街はいつも冷えてる、道行く人がみんな震えてる、それなのに暖房をつけないなんて、秩父市民はケチなのかバカなのか、秩父の人はいつも冷えてる、冬でも半袖短パンで過ごす、それなのに風邪をひくことがないなんて、秩父市民は丈夫なのかバカなのか、ああ、秩父寒すぎる、秩父一年中冬、まるで日本のモスクワ、ここだけ共産主義、秩父寒すぎる、秩父一年中冬、まるで日本の南極、市役所は昭和基地、秩父の人は心は温かい、これぶどう食べな、おじんさんはあるが大体温かい、それなのに。梅川さとる、おはよう秩父、朝一番。時刻は午前7時を回りました。今朝の朝一番ニューストピックス、ニュースデスク田代さんです。おはようございます。おはようございます。大変ショッキングなニュースが入ってきました。19日午後6時頃なんですが、秩父市の羊山公園で50代ぐらいの中年の男が13歳の女子中学生に自らの股間を露出したということなんですね。この女子中学生は部活動の帰りで、普段から帰り道として羊山公園を使用していたということなんですが、突然50代ぐらいの中年の男が現れまして、私の股間がかゆいので見てほしいと言って股間を露出したということなんですね。幸いこの女子中学生は日頃から中年男性の股間を見慣れていたため、大事には至りませんでしたが、今後羊山公園の警備体制が問われそうです。田代さん、はい、その中年男、股間の毛は剃ってたの？
沿っていなかったということです。あ、それはもうまずいですね。堤防してるか堤防してないかで性犯罪の分かれ目になりますからね、はい。まあ、堤防していないのはこれ性犯罪なんじゃないですか。まあ、羊山公園露出のメッカになったのかもしれませんね。まあ、メッカだけに性犯罪メッカらない、見つからないなんてことはありませんよ。なるほど。以上朝一番ニューストピックス、田代さんでした。失礼しました。松山立春コンサート2014冬、あの感動の歌声が秩父に帰ってくる。2月31日秩父ゴールデンセンター大ホール、松山立春コンサート。チケットお問い合わせは秩父音響まで。梅川サトル、おはよう秩父、朝一番。略は略もあるさ。ありえないことが起きるのが人生なのかもしれませんね。さて、この後は志麻さんのドキドキワイド。今日は勝紀子さんの登場です。おはよう秩父、朝一番はまた明日。梅川悟でした。今日も良い一日を。